さんのことやけども、はい、あの人はそもそもね、はい、なんでライジンの名刺を持ってないんですか？まあそういう意味で言うと、まあなんていうんですか、表立ってライジンのですっていうふうに動くと、やっぱりあのコンプライアンス的なことも含めてよろしくないっていうことがご本人も分かって見えるし、まああのそういう正式なライジンの顔としてっていうか、名刺を持って動く立場じゃないところで動いてもらうっていうスタンスでここまで来てます。自身が例えばですよ、その、はい、イラー街のと付き合いがあるっていうことも榊原さんご存知なんでしょ？うん、そうです、知ってます。知ってますよ。